トーマス・ハイネ、本名、ダーフィット・テオドール・ハイネは、ドイツ生まれのユダヤ系の画家、イラストレーターである。ツッツッハイネの名前で作品を発表することもあった。風刺漫画週刊誌、ジンプリチシムスの風刺漫画家として活動した。ナチスの迫害から逃れるために、最終的にスウェーデンに亡命した。ライプツヒのユダヤ系実業家の家に生まれた。 1884年27歳で地元の雑誌に似顔絵を発表した。1884年から1889年の間、デュッセルドルフ美術アカデミーで学ぶが、教師とさかいを起こし、ミュンヘンに移った。ミュンヘンで風景画家として働いた後、1892年から娯楽雑誌、フリーゲンでブラッターなどのイラストレーターとして働き、ポスターの仕事もした。 1895年に雑誌編集者のアルベルト・ランゲン、アルベルト・ランゲンと知り合い、ランゲンがミュンヘンで1896年4月に創刊された社会風刺雑誌ジンプリチ・シムスの主要な画家として働いた。ジンプリチ・シムスはしばしば当局の摘発を受け、ハイネも1899年に飛行者のフランク・ベーデキントと共に逮捕され数ヶ月間収監された。 反ユダや主義が広がってくると、ジンプリチシムスで仕事を続けることが困難になり、ナチスを批判することの危険を恐れる他の編集者とも対立した。1933年にナチスが権力を掌握すると、ジンプリチシムスは編集長のシェーン・ベルナーやハイネとの関係を断つことで、出版継続が認められた。さらにハイネは、逮捕を逃れるために、ベルリン、プラハに逃れ、 1938年から1942年までは、ノルウェーのオスロに亡命した後、1942年にスウェーデンに移り、亡くなるまでスウェーデンで暮らした。1942年にシニカルな内容の自伝、奇跡を待っているを出版した。ありがとうございます。